アルフォンソース・ベールはフランスの象徴主義の画家である。1857年に豊かな商工業を営む家に生まれ、その後パリのエコールでボザールへ入学、ホセデリベーラをはじめとするスペインの画家たちに興味を持つ、著名な肖像画家であったアンリ・レーマンのデッサン教室に所属し、アマンジャン・ヤスーラとは同級生であった。美術学校卒業後、 学校教授や画家であるレオン・ボナとフェルナン・コルモンの教えから伝統的な写実的絵画を描くようになり、サロンへのデビューを果たしたが、一方で、スーラが無審査で参加できるアンデパンダン展を開催してもそれに目を向けようとはせず、自分の美学に固執するようになっていた。しかし1880年末、以前から興味を抱いていたスペインへの旅行と、フォンテーヌ・ブローの森の研究によって、 画家としての姿勢に変化が現れる。モーリス・ドニア・シャバンヌとの出会いによって、アンデパン・ダンテンとの距離が縮まり、スーラとの交流も復活した。1880年代後半に台頭してきた、新印象派と象徴主義に属する友人、知人と出会い、写実絵画やその手法からの転換を迎える。新象徴派に属するシニャックやスーラが用いた点描を取り入れるとともに、 象徴主義に属するシャバンヌによる影響から、現実世界の写実描写から離れ神秘的な世界を描写することに傾倒していった。オスベールの絵は、大概の場合、全体的に青みがかかっており、その中に、白明の月や太陽の光に照らされた風景に立つ、女性像が描かれていることが多いため、夜の詩人と呼ばれた。1890年代、オスベールは、 ジョセフアン・ペラダンが主催を務めるバラ十字架バラ会に、属し、以降同会の主催するバラ十字展の常連となった。ありがとうございます。